一生懸命お金を貯めて100万円持ってますっていう人は、突然目が覚めると10万円になってるのと一緒なんですよ。でも持ってる人の場合って目が覚めると10倍なんですよ。お金が使うことが嫌いということですが、通帳のお金が減っていくと不安になまれるものなのでしょうか。苛まれるって言うんだっけ。また MMT ありえないと言ってるのは、インフレによって自分の資産が無理してしまうかというとポジショントークなのでしょうか。まず MMT だろうとなんだろうと、僕は多分一般市民より得しますよと。まあピケティ先生が言ったんですけど、例えばじゃあインフレになりました。インフレになった場合ってそのお金の価値が下がるんですよ。お金の価値が下がった場合って、資産を持ってる人は資産の価値が上がるんですよ。皆さんと違って、僕、現金以外の資産いっぱい持ってるんですよ。株だったりとか、いろんな証券だったりとか。なので、じゃあ皆さんがインフレになりました、お金の価値が下がりましたって言って、で、実際資産のない人って、ほぼほぼそんなに変わんないんですよ。でも、資産のある僕は、その資産分だけ、要は例えばその、円の価値が10分の1になりましたっていうことは、僕が持ってる株の価値は10倍になるんですよ。なので、僕は何にもしなくても株価10倍でお得なんですよ。なので、インフレが来たとしても全く損しませんと。お金の価値が下がるので、不動産だったり、証券だったり、その金だったり、仮想通貨だったりとかっていう現金じゃないものっていうのは大体価値が上がるんですけど、で、それを持ってるとその分得をするんですよね。で、一般の人っていうのは、現金以外の資産ほとんど持ってないんですよ。じゃあ家は賃貸で、資産何っていうと定期預金とか普通預金とかなんですよね。なので、円の価値下がりましたっていうと、例えば10分の1になりましたっていうと、定期預金の価値10分の1になるんですよ。なので、一生懸命お金を貯めて定期預金100万円持ってますっていう人は、突然目が覚めると定期預金10万円になってるのと一緒なんですよ。でも、その株持ってる人の場合って、目が覚めると株価10倍なんですよ。株をね、確か100万円以上株持ってる人って、日本で2、3割ぐらいしかいないんですよね。まあ日本人ってもともと株あんまり買わないっていうのもあって、で、不動産にしてる人は結構いいんですけど、っていう感じなので、インフレになっても僕は得するので、まあインフレになるんだったらなってほしいなと思いますよ。はい。現金そんなに持ってないですからね。一応持ってないわけではないですけど、通口座に入ってますけど。なんでデル使ってるの安いから。はい。ただ、まあ、コメントで円安が進みて何しようかニヤニヤしてるっていう。要はその、今円安がめちゃめちゃ進んでて、海外から物を仕入れるっていうのが、まあ、めちゃめちゃ高いから生活きついよね。なので、円安ってこれ以上続くとまずいよねっていうのが、一般的には正しいんですよ。でもじゃあ、円安進みすぎて、1ドル200円とかになったら、むしろ日本の物を海外に売るとめちゃめちゃ儲かるんですよ。なので、じゃあもう1ドル200円になるんだったら、俺これ売るわとか、なんか家の、なんか蔵に入ってるどうでもいい、なんかタンスとか売るわみたいな、っていうのも儲かるようになっちゃったりするんですよね。っていうのもあったりするので、1ドル100円がずっと続くっていう停滞がいいのかっていうと、もうなんか狂った数字にした方が、実はもう今までと違う何かの社会の仕組みっていうのが始まるので、そういうピンチはチャンスみたいになる可能性もあるんですよ。もちろんみんな貧乏っていうパターンもあるので、それが正しい、それが正解とは僕は言いません。ただ、今までうまくいった人がうまくいかなくなって、今までうまくいってない人がうまくいくっていうパターンにもなったりするので、そういうなんかガラガラポン的なものがあった方が、停滞は少なくとも避けられるんじゃないかなと思いますけど。要はその、いい変化になるか悪い変化になるかっていうのは、その、やってみないとわからない部分があるんですけど、ただ少なくとも停滞を選び続けると、停滞って、その日本の停滞の場合って、低空飛行じゃないんですよ。徐々にずっと下がり続けてるんですよ。要は他の国は伸びてるから。なので、徐々にずっと下がり続けるっていう、今の政治家らしい政治家を選ぶと、ずっと下がり続けるものなんですよね。で、これが多分じゃあ40年、50年、60年でずっと続けていくんですけど、なので僕はどっかの段階で変化を起こすっていうのを一回やらないといけないと思うんですよ。で、もっとひどいことになったら、いやいや、あれはまずかったよね。でもその、じゃああれはやらないようにしよう。っていうので、その失敗例として避けることができると思うんですよね。例えばその民主党に任せた時に埋蔵金はありますって言ったけど、なかったじゃんみたいな。だからもう埋蔵金があるとか信じるのやめようぜとか。で、そこの消費税上げるの良くなかったよねとか。多分いろいろやっちゃいけないことっていうのが生まれてくると思うので、なので変化をさせるっていうことの方が、ずっとその下がり続けるよりはマシなんじゃないかなと思うんですけど。1ドル100円の状態が1ドル110円になりましたと。で、そうすると、車とかで、もともとその100万円で売ってたものが、アメリカで行くと、じゃあ1万ドルで売ってたものが、その9000ドルで買えるじゃんと。なので、10分の1、10% 安だから、めっちゃお得じゃんっていうので、アメリカで物が売れます。でも、その、
1ドル100円が1ドル110円になるってどういうことかというと、日本中の資産が 10% 安くなったってことなんですよ。なので、そのあなたの持ってる家も 10% 安くなってるし、そのあなたのもらってる給料も 10% 安くなってるし、その日本中の資産が 10% 安くなったってことなんですよ。例えばその、じゃあ株式市場で、その東証って時価総額全部合計すると多分500兆ぐらい？わかんないですけど、じゃあ500兆円ぐらいだとして、その対ドルでいくと、円が 10% 下がったっていうことは、50兆円分価格が下がったっていうことなんですよ。で、それ日本中の土地も価格が下がったってことで、要は円安になってるってことは、日本中の資産が安くなりましたっていうことなんですよ。でもそれが、いいことかのように言ってる人って結構いて、だから円安悪いことだよねって言ってる人ってあんまりいないんですよね、今でも。普通に、そのドル換算で考えればわかることなんですけど、で、なぜそれが許されたかっていうと、円安になった時に輸入しなきゃいけないものが高くなるんですよ。なので、石油とかの値段が高くなるので、結果として、その通貨が安くなったらやべえって気づくんですけど、たまたまここ10年ぐらい石油めっちゃ安かったんですよ。なので、石油がめっちゃ安くなるっていうのと、円の価値が安くなるっていうのが両方重なったので、輸入する石油の値段があんまり変わんなかった、むしろ安くなったので、別になんか困らなかったんですよね。まあ、その鉄鉱石とか高いよねとかあったんですけど、別に日本人の生活してる人が鉄鉱石の値段が上がることで困ることはないんですけど、ただ石油の値段とかガスの値段が変わると、電気代とかガス代とかが変わるから、びっくりするってのがあるんですけど、で、今、円安の状態なんですけど、石油とガスめっちゃ値段上がってるんですよ。で、まだそんなに日本人の方では話題になってないと思うんですけど、ガス代高くなりすぎて、イギリスとかって電気代2倍とかになってるんですよね。で、そのアメリカとかも、石油とかも高くなってるから、物価がどんどん上がっていくよねっていうので、1年で物価が 5% ぐらい上がるって言われてるんですよね。で、多分日本もガソリン代とか今後上がってって電気代とか上がっていくと思うんですけど、っていう感じでその日本の資産がどんどん安くなっていて、生活コストはどんどん上がってますっていう状態が、皆さんの やりたがっていた円安の結果なんですよ。っていうのがあって、じゃあ何が悪いのっていうと、まあもともとその無能な人たちを温存してるとか、その円安まずいよねっていうことが分からなかった頭の悪い人たちが主流派だったんですよ。通貨は安ければ安いほどいいんだみたいなことを言って、その通貨安を進めるみたいなことを言ってた人たちっていうのが、本当は間違いであったよねっていうのが、まあ、ようやく今気づいた人がいるっていう状態だったんですけど、僕多分10年前ぐらいから円安良くないよねって言ってたんですよね。円が安くなるっていうのって、売り上げは上がるんだけど、その仕入れが高くなるから良くないよねと。なので、いたずらに円安を追求するのは良くないよねって言ってたんですけど、なかなかその時代は理解できな、されなかったんですけども、最近ようやく理解され始めたみたいで、はい。今後日本円の価値は世界的に見て下がると思いますか？日本円の価値がどう決まるかっていうと、世界の状況によって決まります。まあ日本が良くなるとか、じゃあ日本に核ミサイルが落ちましたってなったら、その日本円がなんかダダ下がりとかあるんですけど、基本的にはその日本が世界に与える影響というより、世界が日本に与える影響の方が大きいです。なので、その菅さんが総理大臣になってから TikTok なしで揉めてますと。大統領選になるまでもう一波乱あるんじゃないかみたいなのがあって、ちょっとドル信用できないよねっていうのがあって、まあ、海外にドルを買ってる日本人とかも含めて、なんとなく日本円の方が安全かなみたいなので、今円高なんですよ。なので、もともと安倍首相が総理大臣になって、アベノミクスって言い出した時から、日本が円安になったんですよ。で、なんで円安になったかっていうと、その後は日本がガンガン円刷ったりとかあるんですけど、もともと円を刷る前に、欧州やばいよねって言われた時代があって、イタリアやばいよね、潰れるかもしれないよねとか、スペインやばいよね、潰れるかもしれないよねとか、ギリシャやべえじゃんみたいなのがあって、その欧州危機っていうのがあって、で、難民もいっぱい来てるから、欧州やべえんじゃねえのと。で、イギリスが出てくるみたいなのがあって、っていうのがあって、その円高な状態だったんですよ。その民主党時代のリーマンショックとかって。で、その円高の状態からなんか欧州大丈夫じゃんっていうので円安になったんですよね。でもなんで円安になったかっていうと、その円じゃなくてユーロ持てばいいじゃんっていうのでみんながユーロを買うようになりましたと。なので円が安くなりましたと。円が安くなった結果株価が上がるんですよ。っていうので、その日本の状況が良くなって株価が上がったんじゃなくて、単純に円安になってるから株価が上がったんですよね。っていうのがあって、まあ、ただその日本の状況しか見てない人って、なんか円株価上がったからすごいじゃんって、日本業績良くなってるんじゃないのって誤解をするんですけど、
っていう状況が今逆のパターンになってて、円高になってしまいましたと。なので、その、今後株価も厳しいんじゃないのっていうところで、菅さんちょっと運は悪いのかなと思ってます。浪費や消費に興味がないのでおなじみのひろゆきさんですが、ひろゆきさんとのお金は何ですか？自身の能力や価値を数値化する、いわば RPG のレベルのようなものですか？別に数字が大きい方がレベルが高いとも思わないので、何か、物を頼むときとかに、例えばそのレストランでご飯を食べるとかも、そのレストランのシェフに材料を買ってきてもらって、その人に料理してもらって、で、料理をして、給仕の人に出してもらって、で、食べ終わった後、それをなんか、給仕の人なりなんなりがお皿を洗うみたいなのを含めて、お願いするために必要な対価として渡しているので、なので何か人にやってもらうときに必要なものなんで、そのなんかそんなに人に頼らなくても生きていけるんだったら、そんなにいっぱいあってもしょうがないし、逆に例えばじゃあ僕が5000兆円持ってたとしても、使い切れないと思うんですよ。大体その1億円以上現金で持ってますっていうタイプの人って、そんな、無駄遣いをするのは別にして、大体じゃあ何にお金使ってますかって聞くと、投資に使っちゃってるんですよね。なんかお金って多い方が、少ないよりは多い方がいいよねと。じゃあお金いっぱいありますって人って、本当にお金使うというよりは、実際にはじゃあなんかマンション買ったりするんですよ。で、なんでそのマンション買ったんですかって聞くと、価値が上がるからとか。で、株買ってる人もそうで、価値が上がったり、配当がもらえたり、お金が増えるから。なので、そのなんかお金が多かったらいいよね。なので、お金を、そのお金が増えるようにするために買ったりっていうので、実際本当にじゃあ消費としてこのお金使いたいのっていうので、お金使えてる人ってあんまりないんですよね。でもすげえお金使ってるお金持ちいるよとかって言うんですけど、で、そのパターンって、承認欲求のために使ってる人が多くて、例えばその飲み会とかで20人ぐらいをなんか、ちゃんと飲み会連れてって、なんか全員おごってやるぜ、みたいな。キャバクラとか行って一晩100万使いました、みたいな。で、あのタイプってその承認欲求で実際にその個人として必要な消費のためのお金じゃないんですよね。なのでなんか金を増やしたいとか、無駄な承認欲求をなんか満たしたいとかっていうのために、お金を使ってて、別にそれが個人の自由なんで好きにやればいいと思うんですけど、ただなんかそれって本当にその人にとって必要なお金なのっていうと別にそうでもないんじゃないかなと思ったりするんですけど。